どうも、ハイチーです。今日から YouTube の仕様が変わりまして、再生速度が変えれるようになりました。で、なんでこれを撮ってるかっていうと、自分の勉強動画、結構速度をね、速くしてみたいっていう、なんだ、サテライトのね、予備校とかだと結構あるんですよね。勉強動画って、こう、速い、2倍速とかで見れたりするんですけど、で、それをちょっとやり方をね、振動させたくって撮っております。で、これ今、ちょっと画面直撮りで申し訳ないんですけど、今、あ、間違った。ここです。先にやっちゃったよ。普段の、ちょっと上げますね。これは自分の勉強動画なんですけど、これいつもの速度なんですけど、右下のこの部分ですね。この設定のところで速度があります。これを、例えば 1.25 倍。ちょっと速くなります。で、あとは 1.5 倍。速いですよね。で、あとは2倍。そう。ちょっと笑っちゃうかもしれないけど、多分これの方が勉強しやすいって方は実際いると思います。結構昔から言われてたので、早くできませんかって。自分としても神アップデーなんですけど、これに関しては。はい。で、逆にちょっと早いなって思う方は 0.75 とかにすれば。まあ、そんなにちょっとね、ゆっくり感じると思うけど、これの方がいいって方もいれば、こうやって速度を変えて勉強することができますので、ぜひこれからこれをね、使ってもらえたらと思います。はい。で、今度はスマホの方ですね。スマホで見てくれる方もいると思うんですけど、スマホだと、まあ、普通に、再生するとこのスピードですよね。で、これを右上のこの、なんか、丸が3つ並んでるところ、ここを押すと、下の方にこうやって出てきます。で、ここに再生速度っていうのがあるので、1.5 にすれば、1.5 倍でスマホからも見ることができますので、まあ、スマホの方もパソコンの方も、ぜひね、これを使ってもらえたらと思います。うるさい俺。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。